八幡宮行きましょう。はい、これよく見れば消されたアドがあるやな。本当村社だったわけか。あ、村社か。なんだべな、鳥居立派だな。でけえ、でけえやな。でこっちにはちっちゃい鳥居と、と由緒が書いてる。これ何鳥居やべな、この石碑のやつ。何だべか、うん、猿田彦とか書いてる。よし行ってみよう。すげえな、谷でっけえよ。でけえな。3つある。これはお、派手。コンクリじゃねえような気がする、うん、これはお、派手。何だべ、これも同じかな。同じだ。さあ来ましたよ、八幡宮の字。かっこいいな。コマ、コマ鳥、コマ馬、コマ犬、そしてこの右側には、うわ、すげえべ。でっか。開けてください。ここで行けやって。うわ、でっけ、でっけや、超ビッグでけえや。それであの鳥の大きさなんだべか。わかんねえ、どんなべ。強そうだよな。うん、今までで一番でけえんだね。でけえ。すげえよ。ふんどしめぐりで待っちゃうよ。めぐりじゃん。牙金色。角も金色。後ろ姿見てえな。なんな。残念。よし。ありがとうございました。で、社殿の左側には、バーベキューできる。バーベキューがねえな。コンロ。コンロさんなっちゃう。これやっぱ字かっこいいな。白い変額って珍しいやな。で、なんか模様も色とりどりで。うん、赤い色だけど。こっちもなんかすげえの。おうおう、鶴。鶴だ。の。すげえ。あんま見えな、鶴。ここは赤ねパターンか。赤ねえ。お、おいでろ。おいでろ。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。やはり裏側は奉納者一覧だ。で、馬馬馬馬馬馬、おみくじ、うん、200円。おみくじか。お、当たりたいって書いてあるよ。すみません。ほら当たりたい。お、これすげえの、お盆みたいなやつ。いろんな絵がある。うん、馬馬馬馬。これ馬やべくね。馬やべえ、これ。これ多分漢字ドリルだよな。昔の。やべくね。慶長、あ、違うな。慶応、四、なんか読めねえ。四犬立つ年。うん。読めねえな。馬馬馬。ウサギもいる。で、うちは。お、ここも馬すげえ。すげえ。馬だらけ。の。こっち本物の馬もいるよ、ほら。あ、本物じゃなかった。長と長だな、やったら。なの？変わった馬だ。よし、じゃあ、お賽銭していくわ、うん。ちゃんと、作法開始で、ここさ。今気づいた。よく見れば、ここさ、おみこしある。これおみこし？おみこしじゃね？違うか。あ、違うな。なんだべな。で、こっち様なんかあるっけ。なんだべ。お、馬が。お、馬だ。ほら、お馬さん。すげえ。ちょっと目、ギョロってしちゃう。ちょっと怖い。よし、以上か。携帯、ちょっとくるっと見てみるか。うん、よし、右柄見てみよう。お、変なねじれにある。ビジで、うん、で、本殿ここから入っていけるよ。いや、入れちゃう。封印されちゃうけど、うん、ちょっと見てえな。
で、裏は田んぼが。どうも見えじゃん、向こうに。うん、なんもねえな。そんな感じか。以上、八幡宮でした。